こんにちは。ここは京都鴨川です。千年の都京都を育んできた川、今も大都市にあるにもかかわらず清らかで憩いの場となっています。この日はあいにくの天気で河原に人はいませんが、天気が良ければ河原にたくさんの人が佇みます。この河原、不思議なことにカップルの間隔がいつも等間隔となるため、鴨川等間隔の法則と呼ばれたりします。それはさておき、ここ京都鴨川の河原、その名の通りすぐそばに阪急京都河原町駅があります。今回は京都鴨川の河原にある阪急京都河原町駅から京阪祇園四条駅を目指します。私は地理に詳しくなく、京阪祇園四条駅がどこにあるのか知りませんが、とりあえず目の前の駅へ進みます。行き方を確認していませんが、まあ問題ないでしょう。阪急京都線京都河原町駅、京都市の中心繁華街である河原町に位置する駅で、阪急京都線の京都側のターミナルでもあります。阪急京都河原町駅の改札に入りました。ここ阪急京都河原町駅から京阪祇園四条駅まで一体どのように行けばよいのでしょうか。電車が発車するようですので、とりあえず飛び乗りました。とはいえ、阪急京都線に祇園や四条といった名前の駅はないようです。さあ困りました。さて、どうしたものでしょうか。何も考えずに阪急特急に乗ったものの、どうやらこの先阪急と京阪の乗り換え駅は存在しない模様。しかしここで良い知らせの案内を発見。次の烏丸駅で地下鉄に乗り換えられる様子です。せっかく特急に乗ったのですが、一駅で下車し烏丸駅で地下鉄に乗り換えることにします。次の地下鉄がもし京阪の祇園四条駅につながっていれば、今回の旅は完了となります。せっかく阪急特急に乗ったのですが、1分で下車、烏丸駅で地下鉄に乗り換えることにします。阪急京都線烏丸駅に降り出しました。ここで地下鉄に乗り換えます。地下鉄烏丸駅を探しましょう。阪急烏丸駅を出て地下鉄烏丸駅を探し、そこから祇園四条駅を目指すことにします。同じ場所の駅でも鉄道会社によって駅名が微妙に異なるケースは多々あります。そのため地下鉄祇園四条駅という駅がなくとも、地下鉄祇園駅か四条駅があればゴールでしょう。なんということでしょう。予想外の展開。地下鉄の四条駅が目の前ではありませんか。なんと阪急烏丸駅を降りたら地下鉄の四条駅、つまり京阪の祇園四条駅も目の前でしょう。地下鉄四条駅は目の前、おそらくすぐ近くに京阪祇園四条駅もあるはず。なんともあっけないゴール。京都河原町駅から一駅で祇園四条駅です。京阪祇園四条駅を探しましょう。しかし不思議なことに地下鉄四条駅への案内しかありません。まあそれなら地下鉄四条駅で駅員さんに京阪祇園四条駅の場所を聞けば OK です。地下鉄乗り場はすぐそこ、駅員さんに聞いてみましょう。なんということでしょう。大都会の地下鉄駅なのに無人駅です。駅員さんどころか切符売り場もありません。プリペイドカードの自販機があるだけ。地下鉄四条駅までたどり着いたのに、肝心の目的地京阪祇園四条駅がどこにあるのかさっぱり不明。
仕方ありません。地下鉄市場駅に入場します。なんということでしょう。ホームに降りたら近鉄電車がいます。地下鉄の駅に入ったつもりが近鉄の駅に入ってしまった模様です。もはや訳が分かりません。阪急烏丸駅を出たらそこは地下鉄市場駅、京阪祇園市場駅はなく代わりに近鉄です。しかも切符売り場もなく駅員さんに聞くこともできません。ただ電車のタイミングは素晴らしく待ち時間はほぼゼロ。代わりにそのせいで自分がどこに向かっているのかさっぱり確認できません。烏丸駅の目の前の市場駅を出発。飛び乗ったもののこの電車どこへ行くのでしょうか。市場駅の隣の駅に着いたようです。運よくここが祇園市場駅だったらラッキーですが、そんなことあるでしょうか。なんということでしょう。お池とはつくものの、またしても烏丸駅です。阪急烏丸駅で降りた場所は地下鉄市場駅で、なぜか近鉄で、次の駅が烏丸なんとか。もはや理解が追いつきません。どうやら異次元にワープしているようです。放心状態のまま無意識に歩いているとまた別のホームが現れました。近未来的なフルスクリーンのホームドア、やはりここは異次元の世界のようです。私はただ阪急京都河原町駅から京阪祇園市場駅へ行きたいだけなのに、今異次元か未来の世界に迷い込んでいる様子。早く軌道修正して京阪祇園市場駅へ。なんと2駅先の三条京阪駅で京阪本線と乗り換えられるようです。希望が見えてきました。早速この電車に乗って三条京阪駅へ向かいます。この電車が地下鉄なのか近鉄なのか京阪なのか、もはや訳が分かりませんが、一路三条京阪駅へ向かいます。阪急京都河原町駅からずーっと地下、方向感覚は全くありません。烏丸御池駅から数分、いよいよ三条京阪駅に到着です。三条京阪駅に到着。いよいよ京阪電車の案内が出てきました。三条京阪駅の改札には京阪電車の矢印が出ています。三条京阪駅の改札を出て京阪電車へ向かいます。京阪にさえ乗れればゴールしたも同然、京阪三条駅に到着しました。京阪の改札へ入ります。次の駅が目的地の祇園市場駅です。もう道に迷う心配もありません。一路目的地の祇園市場駅へ向かいます。いよいよ最後の電車がやってきました。この電車に乗って一駅で目的地祇園市場駅です。さあ乗車しましょう。最後の電車に乗車しました。次の駅が目的地の祇園市場駅です。ここまで長い道のりでした。阪急京都線京都河原町駅から烏丸駅まで160円、阪急烏丸駅から徒歩で地下鉄市場駅、地下鉄烏丸線市場駅から烏丸御池駅、さらに地下鉄東西線烏丸御池駅から三条京阪駅、220円。 Thank you.
地下鉄三条京阪駅から徒歩で京阪三条駅。そして最後、この電車京阪本線三条駅から祇園四条駅160円。烏丸駅に隣接する駅がなぜか四条駅だったり、四条駅が無人駅だったり、近鉄がやってきたり、その他不思議なことがたくさんありましたが、無事にここまでやってこられました。4つの電車を乗り継ぎ540円かけて、いよいよ京都河原町駅から祇園四条駅に到着です。スタート地点の鴨川の河原から40分が経過。苦労しましたがゴールです。京阪祇園四条駅に到着しました。改札を出て地上に上がります。40分ぶりの地上です。なんか見覚えのある風景。なんということでしょう。40分前に見た風景と全く同じではありませんか。ここは間違いなく京阪祇園四条駅。でも40分前に阪急京都河原町駅に行くときに見た風景と何もかも同じです。一体何がどうなっているのでしょうか。また異次元に飛ばされてしまったのでしょうか。ここは京都の鴨川。不思議なことにカップルの感覚が等間隔異なるため、鴨川等間隔の法則と呼ばれたりします。いやいや、そのお話は冒頭にもした覚えがあります。京都河原町駅から40分、540円かけて電車に乗ってきたのに、一体どうなってるのでしょうか。目の前にまた阪急京都河原町駅。なんと京阪祇園四条駅と阪急京都河原町駅、駅名は全く違うのに橋渡っただけ。鴨川にかかる四条大橋の東西、わずか130メートルの距離です。その130メートルの橋のために阪急京都線、地下鉄烏丸線、地下鉄東西線、そして京阪本線、今回は京都の都心、隣接しているのに駅名が全く違う阪急京都河原町駅と京阪祇園四条駅のご紹介でした。ご利用の際はご注意ください。ご視聴ありがとうございました。